バンタム級伊藤亮也 VS ライゼ。復帰戦ということになります伊藤亮也。第3試合バンタム級3分3ラウンドで行われる一戦です。この試合の解説です、もみさん、そしてベイノア選手にここから加わっていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。デビュー戦となるライゼ、そしてこれがプロデビューから3戦目となる伊藤亮也です。ライゼってすごいですね。もういい名前ですね。これがですね、本名だそうですね。あ、そうなんですか。はい、今日このデビューのために生まれてきたような感じなんですか。先日のライゼ、画面右側です。サウスポー同士ですね。サウスポースタイル同士の戦いとなります。はい、伊藤亮也がペース速いですね。めちゃくちゃ展開速いです。おい、まずは読み合いというよりか両者ともに打ち合いと打ち合いの形になりそうです。左が効いたでしょうか。左が効いたでしょうか。打ち合いの距離からもう一歩入ったところでやっぱり合わされるのはあると思うんで、はい、この距離感から打ち合いが決まるかもしれません。伊藤、そうですね、展開早いんで中入ったら一瞬スキルってところで、ダウン取れますからね、一瞬のスキル。ベノさん、この伊藤のローはかなり強化されてますね。そうですね、はい、印象いいですよね。お互いロー打ってますけどね。お互いサイクルちょっと似てるのかな。似てますよね。パンツが銀色ですね。そうですね、パンツかぶりです。髪の色だけが被っていません。そうですね、そこでちょっと見分けていただけたら。ここですよ、中での打ち合いの時にどっちもチャンスありますよね。なるほど、この時なんですね。そうですね、でお互いそれ頭に入れて打ち合いの時にやった方がいいですよね。やっぱり右狙い、まずはこの距離感、遠い距離感の時はいずれもロー、そうですね、あるいはキックで距離を取りながら、おお、これ入ってきた。今の入った、見せ返してますよ。そうですね、近い距離に入った時に、あ、フッからの蹴りがあるか。確かにこれ伊藤選手もういいですよ。これパンチもらわないで蹴り続けたら後半効いてくると思いますよね。そうですね、外の内も切れてるんで、はい、前に体がバックホーという伊藤亮也。あ、そうですか、はい、強いですよ。そしてあの距離のローは、ローの体勢がありそうですね。そうですね、パンチで突っ込んでいくところでロー入ってるんで、はい、後半効いてくると思うんですけど、逆のローの時まだパンチは生きてるんで、はい、合わされたら効いちゃいますよね。そうです、そのタイミングで打たれたらダウンもあるかもしれない。ここでまたロー伊藤、距離近いですね。お互いローが近い、ライズがじわりと前に出てきます。お互いローが強い選手なんですよ。ローで返す、また伊藤がローだ。選手がね、はい、こんないい試合ばっか見せてくださってね、ありがとうございます。ちょっとプレーもう一回見ましょうか。はい、うわー、完全に流れが一緒なんですよ、2人ダンダン、かわいい、すげえ共鳴し合ったり、いやーなんかそうですね、もうだからお互い片方が上がればもう片方がもっと上がってくるっていう試合になるんで、どうなりますか。これは第2ラウンドまた目が離せません。対するこちらが26歳の伊藤、どうなんだろう、ちょっと楽しくなっちゃって、ちょっと笑ってましたもんね。そういうのがあるんですね。そうですね、お前やるなってお互い思ってるんですよね。噛み合ってますね。噛み合ってますね。抜群に噛み合っています。やばろう、いやー、これもちょっと後半
ミナと集中力の対決になってくるんだろうなって感じがしますけどね。そうですね、入ってきたりしちゃいますから、お互いに隙ができるんですよ、ね、そこはお互いに狙いからし、自分も注意しなきゃいけないところです。あの時ちょうど先ほども中に入った時にダメだったので、この時ってどうしてもね、反対側が行きやすいんで、ね、あとカウンターに行きやすいんで、今の伊藤亮也は今は右利き、奥奥奥
かり膝を出したりとか知らせるとダウンしたりとか違ったりとか違ったりとか倒したのはボディアップ、あれもボクシングですからね、はい、あれ空手ないですから完全なる綺麗なボクシングでした。めちゃくちゃ綺麗なボクシングでした。斬新を決めてくれました。そしてこの表情、何かまた人気が出そうな爽やかです。そんなルックスも兼ね備えております。伊藤亮也で、ね、でもライズ選手もね立派です。いやー本当に両者に本当に拍手。そしてライズではおそらく意識はあると思うんですが、もうちょっと立てない状況で、そこまで出し尽くしたデビュー戦、はい、運ばれるということになりました。素晴らしいです。最後はタオルが投げ込まれる、TKO 勝ち、ということになりました。本当に壮絶な打ち合いでしたね。壮絶です。でした。ちょっと第一ラウンドのダブルダウンもうあれもちょっと振り返ると、はい、この試合ですよね。そうなんです、この試合でした。あまりにいろんな衝撃がありすぎて、いやそうなんですよ。もう一回見たいです。はい、あのすみません、放送はもったいにいますぜひぜひご覧になっていただきたいと思います。素晴らしい物語がこの第3ラウンドまでに凝縮されておりました。